クリス・ジョンソンはフロリダ州オーランド出身の元アメリカンフットボール選手。現役時代のポジションはランニングバック。2009年に NFL 史上6人目のシーズン2000ヤードのランを達成した。愛称は CJ2K。ジョンソンはオーランドのオリンピア高等学校でフットボールを呼び陸上競技をしていた。高校4年生の時、 2004年フロリダ4、英州大会の100メートル競争にて2008年の、北京オリンピック銅メダリストのウォルターディックスに続いて、第2位となった。さらにこの年度、100メートル競争自己ベスト10秒50、200メートル競争自己ベスト21秒30を打ち出した。高校3年生の時、フロリダ州大会決勝予選で10秒83、であった。 決勝戦では、ウォルター・ディックスが10秒46で優勝し、ジョンソンは10秒66で4位であった。2004年、ライバルズ・ドット・コムは、全米の優秀なランニングバックに2名のみを選出し、ランクインできなかった。イースタン・ケンタッキー大学とコネチカット大学も候補に上がったが、彼は、イーストカロライナ大学を選んだ。イーストカロライナ大学時代の2007年には、 スペシャルチームでカンファレンス USA のファーストチームにランニングバックでセカンドチームに選ばれている。2008年2月にインディアナポリスで行われた NFL スカウトコンバインでは40ヤード4秒24を記録した。これは同時期の記録としては歴代最高のものであった。ドラフト1巡目でテネシータイタンズに指名された彼は チームと5年間で1200万ドルの契約を結んだ。この年彼は、第4週のミネソタ・バイキングス戦で2タッチダウンを上げるなど、QB ・ケリー・コリンズや RB ・レンデール・ホワイトと共に、チームの開幕からの10連勝に貢献、リーグ8位、AFC3 位の1228ヤードを走り、プロボールに選出される活躍を見せた。また、ルーキー・オブ・ザ・イヤー候補にも、 シカゴベアーズのマット・フォーテイ、アトランタ・ファルコンズのマット・ライアン、ヒューストン・テキサンズのスティーブ・スレートン、ボルチモア・レイブンズのジョー・フラッコと共に、ノミネートされた。2009年シーズン、第2週のヒューストン・テキサンズ戦ではランで197ヤード、2タッチダウン、レシーブで87ヤードワンタッチダウンを上げる、活躍を見せたがチームは敗れた。 開幕から6連敗して迎えた第8週のジャクソンビル・ジャガーズ戦では、チーム記録となる228ヤードを走り、週間 MVP 攻撃部門に選ばれた。この試合で彼は50ヤードと89ヤードのタッチダウンランを上げたが、ジャガーズのモーリス・ジョーンズドリューも80ヤード、79ヤードのタッチダウンランを上げ NFL 史上初の50ヤード。 以上のタッチダウンラミ4つが出た試合となった。第12週のアリゾナカージナルス戦で154ヤードを走った。彼は、アールキャンベル、エリック・ディッカーソンに並ぶ6試合連続で125ヤード以上のランを達成した。11月にラン800ヤードと1970年以降、NFL 最高の成績を収めた。彼は11月の AFC 月間。 最優秀攻撃選手に選ばれた。第15週のマイアミドルフィンズ戦で104ヤードを走り、シーズンラッシング戦730ヤードとし、最終週の試合を残したところで、ラン1872ヤードとなった。彼は、最終週に36回のランで134ヤードを走り11試合連続の100ヤード超えを達成すると、もに、これまで、これまで、OJ シンプソン、 エリック・ディ・カーソン、バリー・サンダース、テレル・デービス、ジャマール・ルイスの5人しか達成していないシーズン2000ヤードラインを達成した。またそれまで、ラン、レシーブでのシーズン合計獲得ヤード数のリーグ記録は、マーシャル・フォークの2429ヤードだったが、この記録も同時に更新した。最終週の試合についてジョンソンは後に、チームが勝利よりも、 彼の記録達成を優先させたと語った。一方これについてジェフ・フィッシャーヘッドコーチはそれを否定している。この年彼は AP 通信が選ぶオールプロに唯一満票で選ばれた。2010年1月にはウサイン・ボルトとの競争を希望していることが報道された。2010年シーズンの基本給が56万ドルの彼は開幕前にランニングバックとして リーグ最高級クラスの大型契約を希望し、ホールドアウトをしたが妥協した契約をチームと結び直した。2010年、第2週のピッツバーグスティーラーズ戦で100ヤード超えの連続試合記録は12試合で途絶えた。第5週のダラスカウボーイズ戦では131ヤードを走りにタッチダウンを上げ、NFL 週間 MVP 攻撃部門に選ばれた。 第10週のマイアミドルフィンズ戦で117ヤードを走った彼は NFL 史上7人目となるデビューから40試合で4000ヤードを走った選手となった第11週のワシントンレッドスキンズ戦で130ヤードを走り11月の試合で8試合連続100ヤード以上のランという R キャンベルの9試合連続に次ぐ史上2位体の記録を達成したが 第12週のヒューストンテキサンズ戦では、自己最低の5ヤードに抑えられた。この年終盤は、故障に悩まされたものの、リーグ4位となる1364ヤードを走った。彼は、怪我をした、ジャクソンビル・ジャガーズのモーリス・ジョーンズ・ドリューに代わり3度目の、プロボールに選ばれた。2011年、契約の見直し交渉を行ったが難航し、ホールドアウトを行い、 プレシーズンゲームを全休した。9月1日、チームと4年間5350万ドル。RB としては、NFL 史上最高額で、契約延長に合意した。高額契約の延長を勝ち取ったが、第8週終了時点で、ラン107回で302ヤードと大不振にあえいでいる。開幕戦から3試合でラン46回。 98ヤードと1回平均2.1ヤード、0タッチダウンランにとどまり、10月9日のピッツバーグスティーラーズ戦では14回のランで51ヤード、10月23日のヒューストンテキサンズ戦では10回のランで18ヤード、10月30日のインディアナポリスコルツ戦でも14回のランで34ヤードに終わっている。地元ファンにもブーイングを浴びるようになっているが、 これに対して、そうした人々は、ファンタジーフットボールを通じて応援していただけだろう。とコメントしている。その後も不審が続いていたが、第12週のタンパベイバッカニアーズ戦で、ラン23回で190ヤードを走る、大活躍を見せた。最終的に、自己ワーストの1 4 7ヤードの獲得に終わった。開幕から3試合で、ラン33回、45ヤードと、 低調な成績でスタートした。第7週のバッファロービルズ戦では18回のランで195ヤードに TD を上げて AFC 週間 MVP 攻撃部門に選ばれた。12月17日のマンデーナイトフットボールで履いたスパイクをサンディフック小学校縦乱者事件犠牲者支援のため NFL オークションに提供している。 2013年は1077ヤードを走ったが、自己ワーストの1回あたり3.9ヤードに終わった。2014年4月4日、タイタンズから解雇された。2014年4月16日、ニューヨークジェッツと2年契約を結んだ。クリス・アイボリーがエース RB として起用され、開幕からの8試合で彼は、オフェンスのスナップの34%でしか。 出場の機会を与えられず、チームは1勝7敗となった。この年153回のランで663ヤード、1td にとどまった。2015年2月15日までに、ジェッツは、ジョンソンとの契約延長を行わず、同年3月にフリーエージェントとなった。同年3月8日、早朝、ジョンソンと他に2人が乗った車が、赤信号で止まっているところを銃撃され、 運転していた男性が死亡、ジョンソンも肩を負傷した。2015年8月17日、アリゾナカージナルスと1年200万ドルで契約を結んだ。2008年シーズン、レンデール・ホワイトと併用されて活躍した当時は、パワーのホワイト、スピードのジョンソンに対して、スマッシュダッシュと二人は呼ばれた。なおホワイトは2008年は15タッチダウンを上げる。 活躍を見せたが2009年には222ヤードにタッチダウンに終わり、その後シアトルシーホークスにトレードされた。2010年1月28日の記者会見で第44回スーパーボールについて聞かれた。彼はインディアナポリスコルツに対する最高のディフェンスはペートン・マニングに攻撃の機会を与えないことだと答えた。ジョン・マッデン監修のマッデン NFL の マッデン NFL11 では、パトリック・ウィリス、ダレル・リービス、ジャレッド・アレン、ドリュー・ブリーズ、ペートン・マニングと並んで、レーティング99ポイントと評価された。ありがとうございます。